ポテトを添えたローストチキンローストチキンは鶏を丸ごと焼いた料理であり肉料理の一つ。オーブンやグリルで焼いたもの、串に刺して炙り焼きにしたもの、専用の焼き器で焼いたものなど調理法としては様々である。またダッチオーブンを使って蒸し焼きにする方法もある。丸焼きであるためうまみが逃げにくく皮の焼けた香味も加わる。オーブンで焼く場合には 中抜きした鶏に食塩、胡椒、ニンニク、ローズマリーなどをすり込んで下味をつけ、内部に野菜類や小さく切ったパンなどで作ったファルスを詰めた後に足をタコ糸などで塗って形を整え、あらかじめ表面に油を塗っておく。オーブンの天板に鶏肉とともに玉ねぎやニンジンなどの野菜類を乗せ、水分と香味を補いながら均一な焼き色がつくように焼き上げる。 焼いている途中に鶏の表面や比較的火が通りやすい胸肉が乾燥しないように何度か天板に溜まった肉汁と油をかけてやる。またはベースティングのがコツである。日本では代表的なクリスマス料理の一つであるが北米では七面鶏のローストが好まれる。またヨーロッパではガチョウのローストも好まれる。ローストチキンを食卓に出すときに 足先の肉の薄い部分にマンシェットを巻くことがある。これは骨付き肉を持った際に手を汚さないために巻くと言われるが、元は骨の断面が見えてしまうと見た目が良くないとして断面を隠すために巻かれたのが始まりとされる。最近ではフライドチキンを高カロリーゆえに経営する消費者のために一部の ファストフード店で小分けしたローストチキンを供するサービスが参見されるようになった。チキンタバカグルジアやロシアではローストチキンの一種であるタバカが親しまれている。調理法は腹から胸を縦に切り開いた状態で金槌で骨,で骨や関節部を叩いて平たく成形した後、塩コショウを基本にその他好みで香草や香辛料を加えて下味をつけ、 バターをフライパンに入れて皮を上にし、全体を押しつぶすくらいの重りを乗せて、じっくり加熱し頃合いになったらひっくり返して、皮の側も焼く。ありがとうございます。